こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。竹尾記念経理もいよいよ最終日、えー、決勝戦の予想を行いたいと思います。はい、えーと、昨日同様ですね、前にあの結論をあげたいと思います。えっ、ー、と、1番車、山田秀明を本命にしたいと思います。えー、2番車、村上、3番車、和田まくるは折り返し、えー、7番車、園田、 9番車、坂口を2着、で、3着を5番、えー、山田の前を回る松川以外を総流しと、いうことで、えー、と、地元、佐賀、えー、で、悲願部位へ、山田秀明と、えー、しております。ではですね、えー、それを、あのー、説明していきましょう。えー、最終、12レース決勝戦です。 はい。えー、並びはご覧の通りを4分線ですね。えー、っとですね。小松崎が一応、えー、唯一2桁のバック回数なんですが、その小松崎は、えー、6万の、えー、安倍拓馬に乗るの、乗るレースになります。えー、次にバックを取っては、なんと、和田まくる。和田も積極的な競争ありますし、ちょっとあの、 以前の VTR を見たんですが、位置取りに心境も伺えるような競争で、やっぱり後方からのまくり、スピードだけではダメだっていうのをあの実感しているのか、位置取りに、位置取りを試す競争もあの見せてきているんじゃないかなと思います。で3番目が6番の安部拓真ですね。 はい、えー、と展開予想です、えー。スタートを取るのが誰か、けん制入るかもしれませんが、和田も一度に心境をやるんだったら、単純に前へ取ってっていう競争にはな,ならないんじゃないかなと。だから、山田が取らされる可能性もありますし、もう村上が行っちゃうよってことで行く可能性もありますね。 ま、どちらにしましても待つか突っ張るなり、えー、叩くなりで、えー、主導権を取ってくるのは間違いなく、さらに、あの、その4番手を誰が取るかっていうところがかなり焦点になってくるかと思います。えっ、ー、と、本来ならば、村上が取れるとこなんでしょうけど、さっき言った通り、和田も、あの、一取り、 を勉強してきてるし、アメタクマも、位置取ってからまくりって上手いですからね。四 4, 4番手がもつれるか、あのー、あっさり誰かが取るか、取って引いちゃうか。まあ、あまり4番手にこだわるようでは足を消耗してしまって、その後ろに,にいる選手が、あのー、 とってはありがたいあのまますから、ねまあそこまであの4番手争いが果たして激しくなるかって言ったらそうはならないんじゃないかなと思います。まあどちらにせよ松川が逃げて庭田が釈明けながらあの後ろからの仕掛けに備えてバックぐらいから番手まくりをするっていうのは間違いない。 で、ソーダは、あの、ガードマン役ですね。張りな、張りながら、インも押えて、まあ、流れ込みできる競争に徹するんじゃないかなと思います。まあ、ーは、スピードでまくってくるんですが、それ以外だと、あのそのまま、 2センターぐらいまで流れて、そこからはまくり追い込みなんじゃないかなと思いますね。なら、ソーダがインかぶったり、まあ、坂口の場合だったらコースつくのがあれなので、うまいので、もつれてくるという可能性もあるかもしれません。どちらにしても、あのどちらにしても、 4番手は誰が取るかわからないですけど、先手を取るのは松川で間違いない。で、山田も足は好調。小松島の、えっ、ー、と、なん、えっ、ー、と、プロ、なんだったっけ、トラック、競技、支援、なんたらかんたらっていう競争を、あの、強い内容で優勝しましたからね。まあ、それは、あの、純粋な記念経理よりは、あの、格外は落ちるんですけど、 まあ地元ということもあり、まあ、小松島ほどの出来ではないような気もするんですが、ここはもう山田秀明にとっては何としても取りたいっていう意地があるんじゃないかなと思います。まあ、4番手誰が取るかわからないですけど、あの逃げの番手を回っているのは山田ということで、えー、まあ山田を本,本命にしたいと思います。えっ、ー、と、目は、 ご覧の通り、えっと、ま、えー、村上和田のまくりは、あの、逆転があるとして折り返し、まあ、山田があの来るときって大体、大体縦を競争になるんで、まあ、上がりも早い。ちょっと追い込み方にとっては不利なんじゃないかなと。あっても、まあ、2着なんじゃないかなと思います。 で、えー、一応、追走、あの、山田を追走する園田あ、えー、園田。それから村上が、まあ、早仕掛けした場合、中をついてくる坂口。なんですけど、まあ、そうだに絡まれないっていうか、そうだをあっさりどかすことが条件になってくる、来るとは思います。 で3着はまあ5番はあの番手まくられるんで厳しいと思うんですが他の選手みんなチャンスあるんじゃないかなと結構あの軸は山田でいいんですけど23着がもつれるかなという感じです。 はい、えー。以上、竹尾記念決勝の予想をお送りいたしました。えー、っと、チャンネル登録、1000人を目指しております。えー、見ていただいて、よかったらあ、もうぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、えー、ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。 えー、お時間がある方は、あの、関連、最後の20秒に流します、関連動画、動画プレイリストも見ていただければ嬉しく思います。はい、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございました。竹、え、尾、ー、記念、えー、決勝戦の予想を送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。